降格圏を意識しながら待ったなしの戦いが続いていきます。前節は9試合ぶりの勝利をつかみました。一方28試合を終えて4位につけているのが神戸です。 4-4-2 でブロックを作る清水、はい、さあそれに対してまずボランチ大崎が運んで、イニエスタがこの位置、初瀬大崎、初瀬が受ける、そして大迫だ、大迫のクロスボールヘディング、最後飛び込んだら武藤です。神戸での初ゴールで神戸が先制。武藤は J6 年ぶりのゴールです。でこう左サイドですね、まあ、3対3みたいな状況でしたけれども、いいボールの浮かし方から、まあ、クロスですね、まあ、ディフェンスラインとゴールキーパーの間は少し締められてたので、まあ、大阪をあえて少しマイナス気味に、まあ、この武藤の頭にしか合わせるような、どちらが出ていくどちらが少し残るような、そういうバランスの取り方もできるようになりましたよね。ボランチはフォナウドと松岡、フォナウドから受けた鈴木優衣と西澤と渡辺、サンタラだ、イークラナイスセーブ、いいクロスが入ってきました。いやー、西澤から今左足のインスイングのクロス、センターバックとサイドバックの間にポジションを取ってたジャブサンタラの頭にぴったり合いましたね。これやはりゾーンで守る守備の、どこを見るか、右サイド原に渡る、そして西澤、もう一度原を受けてダイレクトクロスボールだ、サンタラ、原から最後はサンタラ、いやこれ崩し完璧でしたね。長いボールでサイド変えてワンタッチ、西澤からヒールで流したボールをそのまま右足のクロスですね。西澤のボール、バウドか、鈴木優衣と西澤に預ける、西澤中に切り込んで自ら来た、わずかに左に外れました。いや、いいんじゃないですかね、打ってきましたね、まあ、カットにして右足でインスイングのクロスっていうのはありますけれども、これかなりなんか、小林から坂井、足元大迫、さあ佐々木はフリーでいる、大崎のシュートだー、決まって大きな追加点神戸。いや、この斜めに入れて大迫が起点作る、引っ張り出したその後ろから出てきた大崎でしたね、はい、シュートがまたこれディフェンスにあったですかね、コースが読めなかったんですかね、少し変わったんですかね、コースが、あー、当たってますね、はい、松岡の足に当たっています。位置まで行かないと難しいでしょうね、はい、菊池、フェルマーレン、小林が並んでいます。ここで試合終了の長い笛、スコア0-2、勝ち点3を手にしたのはヴィッセル。อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification